声でしたね。政治の役割は改めて重いということを痛感しました。菅波さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本来であれば皆さんからメッセージを頂戴したいところですが、お二方目は千葉商科大学基盤教育機構准教授の田中伸一郎さんです。田中さんはどこにいらっしゃいますでしょうか。皆さん分かりますか。田中先生は朝日新聞社の論座にて新しい野党第一党の綱領を読み解くという私たちの綱領の解説を書かれております。このようなお立場からぜひ新党への何を期待するのかメッセージをいただければと思います。田中さん、よろしくお願いいたします。今、産業革命以来の文明史的な転換期にあります。化石資源を基盤とする垂直統合型の工業社会が再生可能エネルギーを基盤とする分散ネットワーク型の知識社会に変わりつつあります。この変化と人口減少によって日本経済は成熟化しています。これに対し、自由民主党の与党ブロックは人口増加を前提とする社会システムを維持したまま経済を再び成長させようとしています。景気対策を総動員するとともに、富める者がさらに金を稼げるよう所得の再分配を弱め、規制を破壊しています。この新自由主義という国家方針によって、社会の格差と分断は拡大し、知識社会への転換も進んでいません。生活は苦しくなり、ひどい労働環境が横行し、地方はますます衰退しています。さらに気候変動など、長期的な問題にも対応できていません。この30年、非自民勢力も新自由主義に対し、的確な対抗軸を示せませんでした。新自由主義をより強化する方針と、脱却する方針の間で揺れ動き、国家方針を明確にできないまま再編を繰り返してきました。しかし、新自由主義に代わる対抗軸として、支え合う社会を綱領で打ち出した新しい立憲民主党が今日誕生しました。綱領の国家方針は、経済学者宇沢博文の社会的共通資本という経済思想をベースにしています。フリードマンの新自由主義に強い危機感を抱いた宇沢は、対抗する経済思想として目指したものです。つまり、立憲民主党は自民党と対抗する国家方針を持つ野党第一党であり、30年の政界再編を終わらせる本格政党なのです。さらに、国家よりも個人を重視することを綱領で示しています。この点も、個人より国家を重視する自民党に対し、明確な対抗軸です。国家と個人のどちらを重視するのか、これはロックやルソーの頃からの伝統的な対立軸です。立憲民主党の国家方針である支え合う社会と個人の重視は日本国憲法と全く同じです。自民党は憲法が定める国家方針を制約とみなし、新自由主義と国家の重視を名実ともの国家方針にしようとしています。立憲民主党は憲法と同じ国家方針を持ち、その憲法を実現しようとしています。立憲民主党への参加は、憲法を実現し、新しい経済社会を切り開き、持続可能な社会を創造する挑戦を意味します。けれども、この綱領とこれまでの言動、言説が異なる政治家の方も参加していらっしゃるでしょう。しかしそれは、時代状況が大きく変化する中、修練の結果たる心境の変化です。これは誇るべきことです。この綱領に誠実であれば、立憲民主党と野党ブロックがいかなる悪条件のもとに置かれても、日本の前途がようようたることは必然です。これをもって、新たな立憲民主党の門出を祝す辞といたします。ご清聴どうもありがとうございました。田中さん、心強いメッセージありがとうございました。